まず自己紹介をお願いします。日テレメディナの背番号5番隅田凛です。ポジションはボランチをやっています。全日本女子ユース選手権、優勝おめでとうございました。はい、今日の試合の感想を教えてください。前半の最初思ったより自分たちがボールつなげて、でもそのチャンスで、その最初のチャンスでシュートが入んなくて、で後半は押し込まれる回数が多くて、であまり自分たちのボールになることがなかったんですけど、延長戦になって点を決めることができて本当に良かったです。ずっと点を取れなくて、もしかしたらこのまま PK に行くのかなと思ってたんですけれども、最後にこうああいう形で点が入って、点が入った時のこう気持ちっていうのはどんな感じでしたか？もう本当に嬉しかったです。今までこう頑張ってきて、やっぱり今日こうやって優勝できたっていう、その感想というか喜びっていうのはこう自分の中でこうどういう感じですか？辛いことの方が多かったし、遠征中にも何回も怒られたりしたんですけど、その分もっと喜びは大きいです。これからも頑張ってください。どうも、おめでとうございました。